んこんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは、宇宙から地球にお住まいの皆様が3次元の世界をより楽しく住めるようにということで、この地球のレジェンドをお迎えしていろんなお知らせをしております。でですね、今日は結構皆さん衝撃的ですよ。じゃん、地球防衛軍。はい、地球防衛軍です地球防衛軍のキャプテン大橋さんに来ていただきます。地球防衛軍っていうのは大橋さん何をされてらっしゃるんでしょうか？地球防衛軍はですね、普段の生活環境、はいはい、お家に、まあ、安全なものをしか持ち込まないようにする。なるほど。それから畑とか田んぼに除草剤とか、はいはい、化学肥料を持ち込まないための活動を、まあ、メインにするっていうのが地球防衛軍の役割。今ちょっとお話をしていた中で、これはソマチットボールとか、あとは蜜蝋のワックス、あとは EM のミネラル石鹸とか EM 活性器、あとはですね、実は今私つけてるんですけどベルト、はい、このベルト非常にあったかいですよね、つけたと思ったら、はいはい、でこれはどういうわけで、これはあの地球にぶつかるリズムがあって、はい、船瀬俊介先生とかの本にも載っている。あ、知ってる、船瀬俊介、シューマン共鳴っていうリズムあるんですけども、はい、それを、はい、それを長さでつないでねじると受信できちゃうという。あ、じゃあこのベルトをしていることによって、はい、宇宙と共鳴してる。そうですね、簡単に言うと、はいはい、同化できちゃうみたいな。なので腰が痛いのが治ったりとか。そうですね。あとはどんな効果があるんですか？レシーバーみたいなもので、あ、まあ、宇宙にこう思いを投げると帰ってきてなんか具現化するみたいな。嘘。いいなと思ったんですけど、そのスパンがなんか短くなるような感じですかね。あ、はい、それも作って販売してらっしゃる。はい、こうネジネジして。でも全然お安いですよね。はい、大体こうなってほらちょっとゼロ1個多いイメージがあったので、なんか、ね、1回つけるとも離せないっていう方が多くて、作り出して4年目になるんですけど、大体こう周波数変えたりとか組み合わせしたりとかして、あとそのほらこれも効果がすごくって、これ入れるとミネラルが66種類溶け出して、うん、毎日5年ぐらいお家でミネラルを飲めちゃうっていう。だからミネラルとかをさ、わざわざサプリとかね、高いですもんね、ミネラルのサプリ。5年間ずっともう封して。あ、はい、あ、何やば、これ入れとけば5年間水が腐らない。あの一般的にソマチットってこう検索すると出てくるんですけども、ヨモギとかいろんなものに入ってる、まあ、ちっちゃい乳酸菌みたいなものなんです。でしかもね、ここの番組のところでお値段出すかどうか今ちょっと分かんないんですけど、すごい安いんですよね、はい、この笑顔。結構アンチエイジングも結局してて、あの3年前ぐらいちょっと毛が細くなっちゃって困ったなと思って、育毛で毛が太くなって抜け毛が止まるやつないかなっていうんで、こういう石鹸を作ってシャンプーしたらなんかいい感じで、こう髪の毛が、ミネラル石鹸、はい、俳優で作ってるんです。ごい1000円以下なんでお安いんですけど。安いですよねこれだって何でも落ちる、うん、でこの粉をこっちに入れちゃってますので、一般的にこういうクレイっていうと高級化粧品に入れられてる素材なんだそうで、その蜜蝋っていうのもなんか最近時々結構ね、スーパーとか百貨店さんとか道の駅さんとかで時々見かけるんですけど、ただなんかねこれ本当にね色が濃くて、多分普通の市販の蜜蝋よりちょっとね濃い気がする、色が。純正の越してない未精製の蜜蝋頂いてきて、たまにこう蜜蜂ちゃんが入ってたりする濃厚な、これね、はい、これ入ってる、ミツバチちゃんの。しかもヘンプオイル入り、はい、でオールオーガニックで、まあ極端に言うと食べても問題がないようなものですね。ただバッグとかそういうこう革製品に使うっていうのが目的で作ってますね、これ、はい、でも普段売っているミツロウっていうのは、例えばリップ代わりに唇につけたりとかしますけど、それも大丈夫なんですか？大丈夫ですね。あの僕ね手がすごく薄くってよくこう切れて皮がむけちゃったりしてたんですね。多分洗剤、化学繊維の洗剤だと思うんですけど、はい、でそれを塗ってたらなんか割れなくなって。大橋さんはそういうのはなぜそういったことをひらめ
って作ってるわけです。ほとんど皆さんが教えていただく感じが多くって、あでそれでオリジナルにしていったっていうことですか。家具職人の方と友達になって、うん、床をこうこれで磨いた経験があったんですね、はいはいはい、でこういうの密度があるんだよって言って、あでアマゾンで寝ちゃうの買ってやったらなんかね、はい、ベタベタして、あそう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 ちょっと あまり使用感が良くなかった。そうなんです、そうなんです。ネットで販売 してるものって、はい、ちょっとやっぱどうしても油がちょっとクオリティが低いのかな、ね、そうですね、そうかもしれないですね、はい、でヘンプとか、うん、あとはラベンダーの精油とか。だってヘンプオイル自体が結構多分いいお値段、うちもヘンプオイル使ってるんですけど、はい、結構ふんだんに入れてます。だから塗ってこうベタベタしない。これでもご商売成り立つんですか、この値段で。これね、あの自然素材を知っていただきたいっていうので特別価格になっております。めっちゃいい人、キャプテンキャプテン素晴らしい。地球防衛部お一人でされている地球防衛部。そうなんですよ。でも自然化の方がいいですよ、ファンクラブ、ね、ファンクラブっていうか参加したい人とか、はい、賛同したい人とか。そうです ね、はい、絶対今これからこういう時代がやってくると思うんですね。実は天栄村の中にも EM 使ってる方、あ実は結構、ね、結構多いですね、はい、いらっしゃるみたいなんですけど、これはどのように使うのか。通常はあの10倍に薄めて花瓶に入れたりとか、あとお風呂に入れると水が濁らないとか、はいはいはい、一番は洗濯から10倍に薄めたもの 100cc お水を入れて 2,3 時間置いとくんですね、うん、そうすると匂いも取れる。洗剤がいらないって感じですか、ね、洗剤は体の汚れはやっぱちょっといるので、はい、洗剤の量も基本的には減るのかな。うーん、口をこうゆすいだりとか。あ、これ口すぎるんですか。あの歯と歯の間の歯垢をパクパク夜中に食べてくれるので。そうなの。あ、本当だ、書いてある、うん、10倍に薄めて、ワンちゃんとか猫ちゃんシャンプーって結構大変じゃないですか。大変大変。で、これを10倍に薄めてシュシュッとやって揉み込むと3ヶ月ぐらいノーシャンプーで、マジで、あの毛の間にいる汚れとかを食べてくれるんです。あ、菌だから。はい。でちょっと強力になってて、新型肺炎コロナウイルス対策っても書いてあります、はいはい、これあのインフルエンザではこう試験的に実証されて、シュッとこうやるとなくなるっていうのが実証されてるんですけども、はいはい、まあ、コロナも同じようなものだとすると対応できるかなっていう。あ、まあそうですよね、菌を殺すってことですよね、うん、で、あのこれでやると手荒れるじゃないですか、アルコール系って。荒れる、荒れます、荒れます。でもなんかこうしないといけないような世の中になってるので、こういうのを持ち込んでこう自分でシュシュってやると、使い道がですね、10倍に薄めてお風呂、洗濯に、歯磨きに、リンスの代わりで育毛効果。髪の毛、僕の場合は太くなりました。あ、はい、これは直接塗ってその後すすげばいいんですか。そうですね。あ、じゃあこれ1本あったらもう家中万能じゃないですか。もうなくなっちゃうと困っちゃう感じね。え、うん、結構これもほら、あの売ってるところが今限られてますよね。とかこういうのがたくさん発明していただいて手に入るのは地球にも優しく人にも優しい。で、あの腐葉土のエキスでフルボ酸ってあるんですけども、あ、はいはい、よく来ますね最近ね、フルボ酸。で、地球防衛のたまに地球がドカッとあって100リッターぐらいいただけちゃったらたまにするんで。何ですか。フルボ酸の。フルボ酸。へえ、まあ、ちょっぴりしか使わないんですけど、はいはい、で、ミネラルを掴んでEM に運ぶっていう働きをするので、野菜とかやるととんでもなくハッピーになっちゃう。じゃあ今度うちの畑にも使わせていただく、はい、シュシュッてやるとね、いい感じだ。これちょっと匂い嗅いでもいいですか。懐かしい匂いがする。なんだ、粘土みたいな。そうですね、はい、クレーなんで、まあ、実質粘土なのかなね、はい、粘土に近い匂い、うん、でこれは食器を洗ったり、はい、あと襟汚れとか。あ、これ、ね、洗濯すごいうるさい人なんですよ。そうなんですか。あの前洗濯の絞った洗濯物あるんじゃないですか、はい、で触ってベタってするのがなんでだろうっていうのが若い頃の疑問だったんですね。よく調べたら洗剤の残りカスだ。あ、まあそうですよね。でベタっとしない洗い方がないかっていうことで研究した結果こういうのが生まれたみたいな。じゃあもう若い時からキャプテンになるべくして普通そんなこと思わないですもんね。なんかちょっとこうデリケートなのかな。ああ、そうかも、そうかも。そうでしょうね。匂いはあれなんだけど、こう触った感じベタベタってなると、こういうクリームもそうですけど、ちょっと今1本目もあっという間に終わっちゃうんですけど
自然と共に生きてらっしゃるんですが、そうですね、嘘にじみ出てる、はい、あの持ち物とか地球愛あそう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 なんかね地球愛を感じる、はい、うん本当にいや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 、ちょっと2本目はキャプテンについてもう少しお伺いしていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、ざっとキャプテンが取り扱っている商品を説明させていただきまして、はい、今日は1本目を終了したいと思います。というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。面白いなとか勉強になったなとかもっと聞きたいなっていう場合はぜひねグッドボタンを押していただきたいと思います。また番組登録をポチッとしていただくと新しい番組のお知らせなども出てくるようなのでぜひぜひ登録してください。あとはですね、こんな方出てもらいたいなとかこんなことに回答してもらいたいななんていうご質問がありましたらそちらもぜひお知らせいただければと思います。というわけで今日は地球防衛軍キャプテンの大橋雅之さんに来ていただきました。次回もお楽しみに。ありがとうございます。これを置くとね、ヒューンってゼロになるんですよね。電磁波を浴びずに済むっていうことですね。腸内のデトックスをしてくれる竹炭パウダー、皮膚病が治ったりとか、蛇に噛まれたり、うん、っていう時にずっと使われてた素材らしいんですね。 あと石油製品をこう手とか皮膚に入れない、うん、毛色って結構怖い。トリートメントをやめたら白髪がなくなったり、うん、竹チップを畑に撒くこともされてるんですよね、はい、竹をこう舐めたけどこう細かくして、そうすると EM お家ができるんですよね。竹ってケースなんですか。はい、へー、あの水晶とかの仲間なんですけど竹、はい、水素ペンダント、あの細胞のエネルギーチャージがあるのでそんなにお腹空かなくなっちゃう、まあ宇宙エネルギー的なものをこう人生レベルの悩みが解決するものって感じですよね。宇宙エネルギーってこうフリーエネルギーで存在して、うん、それは僕たちは普通にあの活用することは知らないんだけど、まあ、こういうのつけたりとか、うん。